伊藤与三郎12月没年不詳は、日本の実業家、東洋霊四会長や、同社社長を務めた。1905年名古屋商業学校卒業、三井物産入社。三井物産シドニー支店長、三井物産ハンブルク支店支配人、三井物産大阪支店長等を経て、1939年、スミーカツオラと共に、三井物産常務取締役に就任。 東洋霊四取締役を経て、1942年、東洋霊四会長。1943年、元三井物産産生省体源出張所長の不正事件を受け、向井忠春三井総元語理事長兼三井物産会長らとともに、三井物産常務取締役を辞職した。1944年からは、東洋霊四社長を務め、 太平洋戦争中の経営にあたり、日本の降伏後、連合国軍総司令部により公職追放となった。妻塩子は、佐々木幸忠伯爵の10枚。AB、伊藤智三人事行進六データベース、三井物産株式会社大阪市店長、伊藤与三郎、三タイトル青久五安追憶出版地、京村出版社青久五安追憶編3回、出版年月日、等。 昭和16、三井物産、挑戦と創造、三井物産100年の歩み、渋沢写真データベース、東レ東レ70年史、1926から96年。資料編、渋沢写真データベース三井承人的機能、一層へ、物産全住役隕石辞任大阪朝日新聞1943.11、2、東洋霊園、東洋霊三35年の歩み、 1926から1961渋沢写真データベース、会社創立とレイオン事業の発展通れ、ありがとうございます。